ラッパーたちがギャンググループに所属しているなんてのはよくある話ですよね。ギャンググループブラッツのメンバーでラッパーといえば、そうテク・ザ・ゲーム。ロサンゼルス出身のベテランラッパードクター・ドレーとの出会いでアフターマスとを契約し、一気に人気のラッパーとなったザ・ゲーム。まあこのドレーとの出会いで50セントとの長きにわたるビーフが勃発したのですが、そんなゲームが自身の駆け出しの時の思い出についてツイートした言葉が話題となっていたので、本日はこのゲームの過去の話とコーチング業界の用語ビリーフについてお話していきたいと思います。はい、皆さんこんにちは。企業家ラッパー EJ ことEJです。本日もインターネットビジネスとか企業とか副業とかヒップホップに接するお話をしていきたいと思うのですが、皆さんお久しぶりです。だいぶですね、こっちのですね YouTube の方ちょっとね、アップしておりませんでした。1週間2週間ぐらいちょっと上げてなかったんですけど、最近ですね、そのグループセミナーとか、グループコンサルとかそういったことでねちょっとね忙しかったので、ちょっと YouTube の方ができなかったんですけど、最近ね、ようやくちょっと落ち着いてきたので、またね YouTube の方開始したいと思いますので、ぜひ見ていただければなと思います。ということでですね、本日はですね、そのツイッターでですね、ザ・ゲームが話していた言葉っていうのが、話題となっておりましたので、その言葉からあとそれにプラスして、コーチング業界でねよく言われるビリーフという言葉があります。で、今日はですねそのね、言葉とそのゲームの言葉とね、あとそのコーチング業界のねそのビリーフというものについて、説明していきたいと思います。ということでこちら本編になります。どうぞ。カリフォルニア・コンプトン出身のラッパーザ・ゲーム。コンプトンのサンタナブロックという地域はギャンググループであるクリプスのテリトリーとしても知られており、ゲームの両親はクリプスのメンバーなのですが、ゲーム自身は兄の影響でブラッツのメンバーとなります。コンプトンの高校を卒業したゲームはワシントン州立大学に入学。実はゲームいろんなスポーツをしており、ワシントン州立大学はバスケットボールの奨学金で入学しているんです。ちなみにこのステージネームのゲームも、幼少期からスポーツが大好きだったゲームがスポーツは全部ゲームだと言ったことで祖母がゲームと名付けたそうです。いやー、ゲームがスポーツマンだったとは知らなかったっすよね。大学に入学したゲームはそこでドラッグディーラーとして荒稼ぎをします。いやー、ちゃんとギャングマン。しかし2001年、ドラッグの取引に失敗したゲームはなんと拳銃で全身5箇所を撃たれ、3日間生死の狭間をさまようこととなります。このことをきっかけにゲームはドラッグディーラーではなくラッパーという道での成功を目指し、入院中にいろいろなアルバムを聴き漁り出します。ラッパーという道を選んだゲーム。しかしヒップホップドリームという夢はそんなに簡単につかめるようなものではありませんでした。ゲームは当時のことをツイッターにてこのように語っています。全財産が26ドルしかなく、それを使うことを恐れていた当時を思い出す。次の飯にありつけるかもわからない状態だった。ハリウッドで車中泊をして、起きたらデモテープを配る生活をしていた。そう、この時のゲームの全財産はなんと2800円。この最後の資金を使うことを恐れたゲームは食料すら買うことも不安だったと語っています。ドラッグの取引で失敗し死にかけ、ラッパーという道を目指したゲーム。しかし現実は甘くはなかった。車中泊をしてデモテープを配り、残りわずかの資金で彼は諦めませんでした。冒頭でお話した通り、ドクター・ドレとの出会いでゲームは一気にスターダムへとのし上がったのです。ツイッターの最後にはこのように書かれています。みんな諦めるな、お前の苦悩の曲がり角に夢への道がある。そう、ゲームはギリギリの状態に追い込まれても諦めるという選択をしなかったのです。その結果アフターマスとの契約を勝ち取ったわけです。いやー、これ本当にすごい話ですよね。結構有名な話ですよね。ゲームの諦めるなという言葉には本当に重みがあります。しかしどうしてゲームはこんな危機的な状態で諦めるという選択をしなかったのでしょうか。引き際が肝心という言葉もありますし、再起不能になってはどうしようもないわけです。しかしゲームは突き進みました。そう、それがビリーフ。ビリーフとは自身の無意識の思考、つまり潜在的な部分で思考する自身の思う信念のことで、例えば自分は能力が低い人間だ、自分はいつだって諦める、自分は結果を出すことはできないという無意識の領域で自身で決めた信念のことをビリーフと言います。このビリーフがマイナスな状態だと思考や行動、可能性に制限を生み、結果を妨げ、力を奪い、マイナスの言動を引き起こすというものなのです。ゲームがギリギリの状態で諦めなかったのはこのビリーフがプラスに働いていたということが考えられます。まだなんとかなる、諦めてたまるか、俺なら何でもできる、こういったプラスのビリーフは力を与え、
自身に制限をかけることなく想像以上の結果を生み出すこともあるのです。どうです、皆様のビリーフはプラスでしょうかマイナスでしょうか。このビリーフをマイナスからプラスに変換する方法の一つとして言葉に出すという方法があります。もし自身が常にどうせうまくいくはずがないと考えてしまう人は無意識化でビリーフがマイナスになっています。もし自分がマイナスのビリーフであると思ったら自身で望む自分の信念を口に出してみてください。自分は絶対にやりきる、何があっても大丈夫、神様は自分の味方をしている、こんな感じに言葉にして継続的に言い続けることで人はその言葉を潜在意識へと刷り込んでいきます。継続して言葉にすることでビリーフの書き換えは可能なんです。そんなバカななんて思った人、では今現在のあなたの収入は、見た目は、周りの友達は、そう、僕たちはみんな自身で自身の環境を選んでいるんです。例えば太っている人もマッチョの人も、食べまくるか鍛えまくるかだって結局は自身で選んで行動しているのです。このビリーフ、自身の信念さえ僕たちは自分で選ぶことができるのです。そして本当に強い信念だからこそ最後の最後まで徹底的に行動し自らの望む世界へと行けるのです。ゲームは自身の経験から僕たちに大切なメッセージを残しています。みんな諦めるな、お前の苦悩の曲がり角に夢への道がある。はい、という感じでいかがでしたでしょうか。本日はですね、ザ・ゲームのですね、そのツイッターの言葉というものがまあすごい話題になってて、ね、当時ね、最後2300円しか、2800円かな、しかなかったゲームがね、最後までね、諦め続けずに、ストリートでね、CD を配り、続けたというものがあって、で、まあそれがね、最終的に実ってドクター・ドレイにね、こう見つけてもらえることができたんですけれど、ね、それと今日掛け合わせて、コーチング業界のビリーフというもののお話をさせていただきました。まあビリーフってまあね、本編でも話してんだけど、自分のね、勝手に思い込んでる信念のことになります。で、この信念がね、マイナスで考えてしまうと人はね、すぐに諦めてしまいます。なのでこれをね、まあ、プラスに変換させるために自分でね、思い込むことによって、勝手にね、そのね、ビリーフっていうのも書き換わっていくっていうのがあるので、今回そういった感じのお話をさせていただきましたね。本当に僕たちっていうのはね、自分らのなりたいような、時間を生きています。これマジにそうなんですね。で、まあ、例えばですけど、僕こんな格好してるんですけど、僕これ誰かにやらされてるわけじゃなくて自分で好きでやってるわけじゃないですか。まあタトゥーを入れたりね、こういったことって僕たちってね、自分らで自分らの思ったような時間を生きることが本当はできるんですね。なんだけれど、そういった感じでさっきも言ったビリーフとかがね、マイナスの状態だとね、僕たちってのはね、結局はそういうことはできないんだ、自分らの望むことはできないんだって思ってしまう人たちってね、やっぱりたくさんいるので、今回はね、このビリーフっていうものね、自分たちの信念っていうものについて、お話しさせていただきましたみたいな感じですね。今日の動画の方いかがでしたでしょうか。今日の動画面白かったよとかためになったよって思ってくれた人はぜひグッドマークの方よろしくお願いします。今後もですね、こういった感じヒップホップの情報とあとはビジネスの情報とかね、まあ、学べるヒップホップの情報を、まあ、両立してね、こう楽しいね、楽しみながら学べるね、 YouTube のね動画を配信していきたいと思いますので、今後も見てくれるよって人がいたらぜひですね、チャンネル登録の方よろしくお願いします。チャンネル登録の際ね、あのベルマークみたいなやつもね、チェックしてもらえるとありがたいです。ということで本日は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。企業クラッパー EJ 愛子とエジでした。また次回もよろしくお願いします。そうなんだよね、無事だって自分でね選んでるんだよね。そうこれだってね、ちゃんとねこの YouTube に出るのだってね、そうちゃんとねこうやってね、アルバイトね、アルバイトを無事はしてるから、ちゃんとね、ここでじっとして我慢してんだもんね。偉いですね、自分の道は自分で選べます。どうぞ。はいよ、俺が異色のヒップホップ系ビジネス YouTuber EJ 愛子とエジ AKA 社会、ビッチもヘイツもゲットもリッチになる語り、みんなの物語にかける拍車だ You know せなみ、yeah